死ドマイナス42は地球から六分岐座の方向に約39億光年離れた場所にある活動銀河、なおかつその中心部に存在するブラックホールである。死ドマイナス42は2個の銀河が衝突した活動銀河である。衝突は数百万年前に起こり、その名残としてハップル宇宙望遠鏡の観測で可視光で明るい光源が2個。 非常に接近した場所にある。この光源は巨大マゼラン望遠鏡の分光観測によって秒速 100km 以上の速度で互いに遠ざかっていることがわかっている。2012年6月8日、X 線観測衛星チャンドラによって詳細な観測が行われた結果が発表された。詳細な観測の結果、X 線は2個の光源のうち1個からのみ、 放出されていることが分かった。これは2個の銀河が衝突した際、中心部にあった超大質量、ブラックホールが互いに衝突し、その時に放出された重力波の反動によって銀河から飛び出してしまった結果であると考えられている。死度マイナス42はこの種の天体として初めて発見されたブラックホールである。この結果、光原の1個は ブラックホールがあった頃の名残の星団であると考えられている。2個の光源はチャンドラによる以前の観測でも X 線を放射していることが分かっており、X 線源は銀河の中心部に一般的に見られる太陽の数百万倍の質量を持つ超大質量、ブラックホールであるという予測があったが、それが1個の光源から放出されているのか、 あるいは両方から放出されているのかが分かっていなかった。他にも3個の超大質量、ブラックホールが衝突して、一番軽いブラックホールが外に弾かれたという説や、2個の超大質量、ブラックホールが離れていくのではなく、互いの重心を螺旋状に回転しているという説がある。しかし、これらの説はいずれも2個の X 線源が存在することになるので、 1>, 1個しか見つからない X 宣言は1個の超大質量、ブラックホールが高速度で運動していることを強く指示している。このようなホールをブラックホールはすぐに観測できなくなると考えられている。銀河の外に飛び出してしまうため、観測するための電磁波の放出する源である物質が1000万年から10億年という短い期間で枯渇するからである。 銀河が衝突した表紙に、超大質量、ブラックホールが飛び出す確率は、非常に低いと考えられるが、それでも、未発見の放浪する、超大質量、ブラックホールは多数存在する、可能性がある。ABCDEFGHIJKLMC、e, のマイナス42、A ブラックホールスリングショット、チャンドラハット ABCDEFGHIJK、L ジャイアントブラック、 ホールキックとアウトオブホームギャラクシーなさ。ありがとうございます。